こんにちは、榎本美沙です。立派な柚子の時期がやってきました。あ、すっごくいい香りがしますよね、柚子って。お家のね、お庭になってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。今日はですね、この柚子の果汁を使った自家製ポン酢というものをご紹介したいと思います。実は柚子じゃなくてもですね、かぼすとかすだちたっぷりあるよっていう方はそういうものでもいいので、柑橘の果汁を使ってですね、ポン酢を作るとすごく香り高くて美味しいので、よろしければお試しいただけたらと思います。お鍋にもですね、湯豆腐にも、さっぱりした炒め物にも使えます。便利だと思いますので、よければお試しください。では材料の説明です。まず柚子になります。こちらは果汁を絞ってですね、何個使うか判断したいと思います。そして醤油、鰹節、昆布ですね。そしてみりんになります。みりんのアルコールが気になる場合はですね、耐熱容器に入れてラップをかけずに電子レンジ600ワットで30秒から40秒ほど加熱してから使います。では柚子を絞っていきます。柚子はですね、結構種があるので、絞る前に大まかに取っちゃった方が絞った後に楽ですので、ちょっとですね、柚子によっても果汁の量変わってきますので、絞りながらですね、切っていくといいと思います。そしたらですね、果汁を絞っていきます。この皮からですね、いい香りが出ますので、この向きでぎゅーっと絞りながら果汁を出していきます。種とかですね、薄皮も落ちてしまうので、こしながら絞ります。で、1/2カップになるまで測っていきます。で、この皮はですね、またいい香りなので、後でね、削っておいて、ちょっとおすましに入れたりとか、あとお漬物に入れたりですね、あと私、木柚子で作る柚子胡椒っていう動画もありますので、柚子胡椒作りに活用していただくっていうのもおすすめです。はい、柚子を絞り切りました。ちょっとだけですね、足りないので、その分お酢を入れます。お好みのお酢入れていただいて大丈夫です。よし、これでですね、もしすだちとかかぼすとかがあれば、その果汁を足していただいても構いません。ではですね、あとはアルコール消毒などをした清潔な瓶に材料を入れるだけになります。昆布はですね、旨味が出やすいように少し切り込みを入れます。だいたい1センチ幅ぐらいに切り込みを入れます。そして瓶の中に入れます。そして鰹節ですね、入れていきます。そしてみりんですね、今回煮切っています。お醤油、最後に絞った柚子果汁加えます。あ、すっごくいい香りがしています。で、軽く混ぜ合わせてですね、あとは置くだけになります。蓋を閉めて冷蔵庫で1週間から2週間ほど置いておきます。はい、今回2週間置きました。ちょっとね、馴染んでいる、ちょっととろっとしてる感じがわかるかもしれないです。せっかくなので味見をしてみたいと思います。これはですね、カツオと昆布の旨味すごくよく出てます。で、このカツオ節ごとですね、使っていただいてもいいですし、気になる方はこして使っていただいても大丈夫です。私はですね、もうこのまま保存して、このままカツオ節ごとかけたりして使っています。せっかくなので今日はちょっと味見をしていきたいと思います。よいしょ、いただきます。うん、美味しいです。柚子の香りがですね、ふわっと香って、とっても旨味が出てて美味しいです。はい、こちらで完成です。はい、では
今日はですね、ポン酢の定番湯豆腐に合わせてみました。ちょっと一回かけたんですけど、もっとたっぷりめがいいので、うわー美味しそう。このね、鰹節ごとかけるっていうのもいいのです。いただきます。いやー、本当に柚子のね、ふわっと柚子の香りがして、すごく上品な香りがします。よく合います。おいしい。この熱々のお豆腐にこのさっぱりしたポン酢、最高ですね。本当に柚子の香りがふわっとするので、この大根おろしにかけるだけでも美味しいんじゃないかなと思います。ちょっと先ほどもお伝えしたんですけど、お鍋ね、しゃぶしゃぶとかお鍋の、漬けだれとしてポン酢使っていただいても美味しいですし、こういう湯豆腐でも美味しいです。あと豚しゃぶにかけるなんかも美味しいので、ぜひやってみていただけたらと思います。あとですね、意外とおすすめなのがバタポン炒め。バターでですね、何でもいいんですけど、お野菜とかお肉を炒めてポン酢で味をつけるんです。そうすると程よくですね、酸味がマイルドになって、炒め物がすごくさっぱりと仕上がって美味しいので、バタポン炒めもね、ぜひお試しいただけたら嬉しいなと思います。いやー、湯豆腐美味しい。このですね、この美味しい湯豆腐の作り方っていうのもですね、今後紹介していけたらななんて思っていますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいです。柚子はですね、私も大好きで、発酵柚子とかですね、あと柚子の蜂蜜漬け、柚子茶なんかもご紹介してますので、合わせてご覧いただけたらと思います。今回柚子をたっぷり使った自家製ポン酢ご紹介しましたけれども、皮を使ってね、柚子胡椒作りとか、季節の手仕事とかですね、発酵食品を使った料理、発酵食品を仕込む料理なんかもいろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。お豆腐本当に美味しい。